ねえ一緒にトイレ行かないこの言葉が私は苦手でした苦手ながらもまだ幼かった頃は変に断って関係が気まずくなるのも面倒なので付き合っていましたですが10代後半の年齢になってまで一緒にトイレへ行くいわゆるスレションなんて トイレぐらい一人でも行けるわ、そう思っていたのです。そんなある日、学校から帰る途中の駅でトイレへ行きたくなりました。いつも複数の友人と帰宅していたので、その時もやはり、スレションの流れになっていきます。私がトイレに行ってくるというと、友人は次々と、じゃあ私も、 つらなってくるのです。え、みんなもトイレなの思わず私が声を上げると、いや、別に出ないけど、誰か行くなら、なんとなく行きたいじゃんその言葉に呆れた私は、私だけで行くから、ちょっと待ってて、と制して、一人でトイレへ向かいました。 別に仲が悪いわけではないし、嫌いでもないけど、ちょっと感覚が違うんだよなぁ、なんて思いながら入っていくと、ちょうど個室の扉が開いて人が出てきました。ところが、出てきたのは男性でした。女子トイレから男性が出てきたことで、私の緊張は一気に高まります。 男性はやけに大きくギラついた目つきで私をじっと見つめ近づいてきました。そして私の腕をつかむとぐいっと個室の中へ引きずり込もうとしてきました。助けて叫んで男性の手を振り払うと駆けつけた友人たちが男性を包囲。ここで何してんだ この変態。様々な罵倒にも、男性は顔色一つ変えず、トイレを出ようと試みます。しかし、逃すまいとする私たちに阻まれ、そのうち騒ぎを聞いて駆けつけた警察にご用となりました。この一件以来、私のツレションへの意識が変わりました。トイレは一人で行くと危ないんだ。だから、 みんなで行くんだなぁ。そう思うようになったのです。調べてみると、実際に一人でトイレへ行ったことで、悲惨な事件に巻き込まれた過去があったようです。ニュースでもたびたび、私が遭遇したのと似たような犯罪があちこちで聞かれます。私は未遂で済みましたが、被害を受けていたらと思うと、ゾッとせずには、 いられませんもし被害者が子供だったら、ひょっとしたら言えない場合もあったりして明るみになっていないものも多くあるのではないか、つい勘ぐってしまいます。ふとした時にこの話を彼氏に話してみたことがあります。すると、別に女性だけの話じゃないよ。 男性が男性に襲われたって話もあるし、と返されました。男女関係なく無防備になるトイレは複数人で行くのが正解なのかもしれません。万が一、一人でトイレへ向かう際は十分にご注意ください。 娘が霊感が強くて少々戸惑っています。いくつか怖かったお話を書かせていただきます。娘は赤ちゃんの時から私には見えていないものが見えていたそうで怖かったです。天井を見てケラケラ笑ったり、誰かと会話をしているように相槌を打ったり、幼稚園選びのため何カ所か幼稚園の見学をしていた頃、ある幼稚園の 盆踊り大会に見学を兼ねて行きました。そこは駐車場の隣がお墓なのですが、そのお墓を挟んで隣が中学校で、人が多いためその中学校に車を止めました。盆踊り大会も済み、駐車場に戻った時に、ガチャンと何かが割れる音がしました。私は音しか聞こえませんでしたが、娘は ろうそくだてを持った青白い顔をした看護婦さんたちが理科室と思われる部屋を行ったり来たりしていたのを見たそうです。その頃娘はまだ3歳だったので自分が見えていたものが霊とは思わなかったみたいですが大きくなってからそういえばあれはどう考えても生きた人間じゃなかったと話してくれて鳥肌が立ちました。 その後、別な幼稚園に入学しましたが、いつも体育館の舞台裏の横に、体育座りをしている男の子が見えていたそうです。他の子供たちは見えていない様子だったと言います。また、こんなこともありました。娘が小学校1年生くらいの時のお正月、親戚の家に行くために高速に乗っていました。関越道の 練馬インターの出口付近は大渋滞していたのですが、チャイルドシートに座っていた娘が身を乗り出して、ママ、あそこに人が歩いてる、と言いました。私は何も見えなかったので、高速道路を人が歩いてるわけないでしょう、と相手にしませんでした。娘も小さかったので、何か変とは思いつつも、それ以上は、 何も言ってきませんでした。ところがその後、娘がもう少し大きくなってから、この日見えていたものを再度聞いて怖くなりました。あの日娘が見ていたもの、それは白いノースリーブのお揃いのワンピースを着て、裸足で歩いている母と娘だったそうです。二人は時折かがんでは何かを拾う仕草をして、また歩き出すのを 繰り返しをしをていたそうです娘はその時のことを振り返り真冬にノースリーブでしかも裸足で高速道路を歩いている母と娘なんて不自然極まりないなと思い私あの時幽霊見たんだよねと言っていましたそもそも当時娘には見えて私に見えなかったので幽霊なのだろうとは感じていました さらに私が驚愕したのは、サイトで、練馬インター事故死で検索をしたら、娘がその親子を見た年の夏、お盆の帰省中に交通事故が発生し、若い娘と母親が亡くなっていた事実が分かったのです。まさかとは思いますが、娘が見たのはその方たちだったのではないかと思ってしまい、思わず、 鳥肌が立ちました。娘は今でも霊感が強く、お葬式に行くと、必ずと言っていいほど、幽霊を見ます。娘の見えてしまった話は、私にとっては、一番怖い話なのかもしれません。小学校の頃、俺のクラスに、 ゆきおっていうやつが転校してきた小柄でハーフっぽい顔でどことなくおどおどした感じのやつだったゆきおには両親がいなくてじいちゃんばあちゃんと一緒に暮らしていたその辺の事情を先生は教えてくれなかったがゆきお本人から聞いた俺たちは最初のうち 雪をいじめた。と言っても、金を騙し取ったりとかじゃなくて、すれ違いざまに背中にエルブをしたり、筆箱をカッターで切ったり、集会の時におならをしたと騒ぎ立ててみたり、まあ、たわいもないものだったと思う。それでも、本人には辛かったかもしれないけど。だけど、 ゆきおは普段おどおどしているくせに、そんな時は妙に根性を見せて、泣いたり、むきになったりすることがなかった。先生に告げ口もしなかった。だから、あまり面白くなくて、そのうち俺らもいじめたりしなくなった。ただ、ゆきおはよく学校を休んだ。月にどれくらい休んだのかは忘れたけど、 しょっちゅう休んでたって印象は残ってる。その頃、うちの学校では、給食のパンを休んだ奴のところへ、同じクラスで近所のやつが届けるっていうルールがあった。雪雄の家にパンを届けるのは、俺の役目だった。俺は結構離れていたけど、同級では一番近かったし、よく通る帰り道の途中だったし、 雪男の家は木造の文化住宅で、いかにもじいちゃんばあちゃんが住んでそうな家だった。でも、中に入ったことはなかった。なんとなく暗い感じで、俺的に嫌な雰囲気の家だった。パンを届けるときはいつもばあちゃんにパンを渡して、そそくさと帰った。ある日、 また雪おが休んだので、俺はパンを届けに行った。玄関で呼ぶと、珍しく雪お本人が出てきた。風邪でもひいているのか、顔色が悪い。雪おは俺に、家の中に入るように誘った。○○があるから、やろうよ。とか言って。その○○は、おもちゃで。 そのおもちゃは、俺の欲しかったやつだったんだよ。嫌な感じを振り払って、家の中に入った。雪雄の部屋に入って、ちょっと驚いた。そこら中に、シールやステッカーがベタベタと貼ってあって、その中には、神社のお札みたいなものも混ざっていた。俺らが入ってきた襖にも、隙間がないくらい貼ってある。 なんだこれおじいちゃんとおばあちゃんがお札を貼るんだけど、それだけだとなんとなく怖いから、シールも貼るんだ。ゆきおが自分で書いたようなお札もあった。お札破ったらいいじゃん。そんなことしたらおじいちゃんに怒られるし、ゆきおは口ごもってしまった。その日は、 雪おの部屋で一時間ぐらい遊んで帰った。次の日も雪おは学校を休んだ。先生が俺に雪おの様子を聞いてきた。なんか調子悪そうだったと言うと、そうか、休むっていう電話もかかってこないから、どんな様子なのかと思ってな。電話したらいや、したんだけど誰も出ないんだ。 おじいさんかおばあさんはいたか昨日は見なかった。うーん、休むんだったら電話してくれってゆきおにでもいいから言っといてくれ。その日もゆきおの部屋で遊んだ。ゆきおはたくさんのおもちゃを持っていた。少し羨ましくなって聞くと、お父さんとお母さんが買ってくれたと答えた。 お前のお父さんとお母さんって、どこにいるんだよ死んだ。幸雄はあっさりとそう言った。なんで交通事故。おもちゃをいじりながら、うつむいて答える幸雄を見て、さすがにこれ以上は悪い気がして、話を変えた。明日は学校行くわかんない。お前大丈夫かよ。 休むときは電話しろって先生が言ってたぞ。ごめん。俺に言ってもしょうがないよ。おじいちゃんとおばあちゃんは奥の部屋にいるよ。じゃあそう言っとけよな。寝れないんだ。はお父さんとお母さんが夢に出てきて、僕のことを呼ぶんだ。 雪よ雪よって、僕のことを何度も呼ぶんだ。それが怖くて、だから眠れないんだ。昨日は腕を掴まれて、僕を連れて行くつもりなんだ。俺はだんだん怖くなってきた。もう帰る、と言うと、雪よはやけにしつこく引き止めた。 お前が怖いのはわかるけど、俺がここに泊まるわけにはいかねえだろう。なんで俺んちはお母さんが心配するから。そこまで言って、やばっ,って思った。雪男は、うつむいて何も言わなくなった。俺はいたたまれなくなって、雪男の家を半ば飛び出すように出て行った。 次の日もユキオは学校を休んだ。先生は一緒に行くと言って、帰りに俺を車に乗せて、ユキオの家に向かった。先生が玄関で呼んでも、何の返事もなかった。玄関を開けると、先生が顔をしかめた。靴を脱いで家に上がった。台所やユキオの部屋には誰もいなかった。 ゆきおの部屋を出ると、右手に部屋があった。ゆきおが昨日行っていた奥の部屋というのは、そこなんだろう、と俺は思った。先生がその襖を開けた。その途端、先生は立ちすくんで、先生は立ちすくんで、すぐに襖を閉めた。その一瞬の間に、先生の体越しに、 雪屋の血まみれの顔が見えたそれから先生が警察を呼んだんだと思うそこから先のことはほとんど覚えていないけれど警察は来ていた次の日先生が雪男と雪男のじいちゃんとばあちゃんが死んだことをクラスのみんなに伝えたけれど 血まみれだったとは言わなかった。ただ死んだと言った。後で俺は先生に雪男の夢の話をした。先生はしばらく黙って聞いた。そして、誰にも言うな、と言って、俺に雪男の両親のことを教えてくれた。雪男の親の死因は自殺だった。 一った心中を図っていた、雪雄はその時、運よく生き延びて、じいちゃんばあちゃんのところへ引き取られた。俺はそれを聞いて、そんなに驚かなかった。なんとなくそんな気がしていた。何日かして、俺は警察に呼ばれて、雪雄の家へ行った時のことを話した。雪雄の夢のことも話した。 警官は、俺にその話が嘘ではないかをしつこく聞いた。俺は嘘じゃないと何度も言った。本当に、君はあの家で、ゆきおくんからその話を聞いたのかいうん。一緒に来ていた先生が、困った顔をしていた。警官,警官が先生に向かって、ひょいひょいと手を振った。 それが合図だったのか、先生はしばらく考えてから、俺に言った。あのな、俺とお前が、雪男の家に行っただろう。あの時、先生は言いにくそうだった。俺は嫌な予感がした。あの時、雪男たちは、 間違いなく死んで3日は経っていたんだ大学時代に友人が引っ越したというので、冷やかしも兼ねて数人で押しかけることにした友人のアパートは大学生の下宿先としては、まあこんなもんだろうなっていうレベル。 新築というわけではないが、古すぎるわけでもない。アパートは3階建てだった。入り口に狭い階段があって、奥には1階の部屋につながる通路がある。その向こうは駐車場らしい。友人の部屋は2階の角部屋だった。その日は小雨が降っていて、近所のスーパーで買い込んだ酒やつまみをぶら下げながら、 友人らとそのアパートに押しかけた。入り口の階段のところで荷物を一旦置いて、傘をたたんでいると、友人の一人が、うわっと悲鳴を上げた。えちょっと何どうしたいや、ちょっとびっくりした。気まずそうな友人が視線で示す先。 階段奥の駐車場に続く通路を覗き込んでみると、あ、って思った。薄暗い通路の電灯の下に女が一人立っているのだ。30代か40代くらいで長い髪をしていて全身黒ずくめだった。髪も真っ黒なので駐輪場の暗闇を背にすると、 白い顔面が浮かんでいるみたいに見える。彼女はその場でじっと立ち尽くしたまま、こっちを見ている。いや、顔と目はこっちを向いているが、私たちを見ているわけではなかった。ぼーっと遠くを見ているような、そんな感じだった。これはびっくりするわ、って思いながら、私たちは小さくゃくして、彼女に謝り、 二階の友人宅に向かった。友人の部屋に入るなり、私たちはさっきの女性の話をした。なんか下にさ、不気味な人いた。怖っ。っていうかあんなところで何してるんだろうね、あの人。えアパートの人じゃないのアパートの人間なら、なぜ自分の部屋に入らないのだろうか。そんな話をしていたら、 アパートの住人の友人が、引っ越したばかりなんだから、そんな怖い話するのやめてくれよ、とむくれていた。買い込んだ酒を飲んだり、ゲームをしたりしているうちに、すっかり女のことは忘れてしまった。夜も更けて、深夜になる頃に酒が尽きてきた。そこで友人二人が、コンビニに買い出しに出ることになった。 私は部屋主の友人と待機である。だが、5分もしないうちに、買い出しに出たはずの友人たちが、戻ってきた。やっぱりみんなで行こう。あの女の人がまだいて怖え。そんなまさか、住人の友人は不気味がっていたが、酒が入っていることもあって、肝試し気分で行くことにした。階段を降りるとき、ちらっと、 と奥の通路を覗き込むと確かにいる。アパートに来た時と寸分違わぬ姿で女がぼーっと遠くを見ながら立っている。私たちがこのアパートに来てから何時間が経っただろうか。その間ずーっと同じ体勢で同じ場所にいたのだろうか。生身の人間だとしても普通じゃない。 あの女は何者だと、コンビニに向かう道すがら話し合った。そこで帰りに挨拶をしてみようと私が申し出た。酒のせいで気が大きくなっていたのだ。ところが帰ってきてみると、女はいなくなっていた。友人たちは不思議があったが、私は内心、ほっとした。その日は泊まって翌朝帰ったが、特に何も起こらなかった。 それからしばらくして、そのアパートの住人の友人が、引っ越しを考えていると言った。もう引っ越すの早くないかあの女の人がいるんだ。友人が言うには、雨の日に必ず女が通路の電灯の下に立っているらしい。雨が上がるといなくなっているらしいが、不気味で仕方がないのだという。 あの女性の異常な様子を思い出すと分からなくもないが、それで引っ越しを考えるというのは少し大げさなような気もする。友人はちょっとあの女に話しかけてみた、と言っていた。結構大胆なことするな、ってその時思った。こんにちは。二階に越してきたんですけど、この前友達とうるさくして、すいません。って話しかけた。 でも何も言わない。こっちに目を向けもしない。じーっと天井の方を見るばかりで、全く会話にならなかった。管理会社に問い合わせもしたが、どうにもならない。雨が降ると、朝でも昼でも必ずいるという。ぼーっと立っているだけで何をされたというわけでもないが、とにかく、 不気味で怖いから、早く引っ越したいと友人は言った。あれ幽霊じゃないよ。ちゃんと人間だと思う。でも怖くない雨の日にあそこで、ただ、ずーっと立ってるんだよ。何なんだろうなぁ。結局友人は、半年程度でそのアパートを出てしまった。そのため、女の正体は、 今もわからない。ひょっとしたら、まだ雨の日に、あの薄暗い電灯の下に立っているのかもしれない。私は怖い話が大好きで、聞くのも読むのも見るのも楽しんでいます。その当時は、特に、 怖い話好きが集まって食事会を開き、今で言うオフ会がマイブームでした。同じ趣味の人たちと同じ話題で食事をする。これ以上の私服はありませんでした。これは、そんな私がオフ会へ行かなくなったきっかけの話です。私が所属していたグループは、不定期で時間が合う仲間同士で集まり、その会を開いていました。 毎回、20から30人くらいは集まって、ほとんど同じメンツではありましたが、入れ替わりも多少はあります。その日は、特に印象に残る新顔がいました。プライベートの食事会だというのに、スーツで参加している男性がいたのです。まあ、普段着でスーツを着こなす方もいらっしゃいますから、あまり気にはしていませんでした。 それよりも、その男性は、とても顔色が悪く見えました。ひょっとして、ブラック企業に勤めていて、スーツから着替えることもできないくらい余裕のない生活もしているのか、など、余計な心配が生まれました。ともかく、その男性に興味が湧いた私は、話を聞いてみたいと、隙を見計らっていました。そしてそのチャンスは、 すぐに訪れました。食事会が始まると、男性の方から私の隣へ来てくれたので、早速会話が始まります。よろしくお願いします。まるです。〇〇は私のハンドルネーム。まる？変わったお名前ですね。い,いえ、これは本名ではなく、グループ内で使っているアカウント名ですよ。 あなたは何というアカウントですかアカウント名ああ、私はないもので、本名の K で大丈夫です。グループに入っていないのになぜここへ来たのだろうとは思いましたが、楽しみの場ですのであまり気にはしていませんでした。ところで、なんでスーツを着ているのですかちょっと話をすると長くなるのですが、 聞いていただけますかそう前置きをして男性は語り始めたのです。私には学生の頃からお付き合いをしていた女性がいたのです。こんな話をすると呪けみたいで恥ずかしいのですが、本当に素敵な女性でした。M っていう名前なんですけど、誰にでも優しくて美人で、笑顔がとても可愛くて、女性の笑顔 って元気がもらえますけど、彼女は特別でした。非常にモテていましたので、きっとそういう感じでいたのは、私だけではないのだと思います。付き合いは社会人になってからも続き、お互いに結婚を意識し始めたのですが、私たちの共通の趣味は映画鑑賞だったので、その日も話題の映画を一緒に見に行っていました。 大きな建物の3階にあるので、エレベーターで登ったんですよ。まあ若いのだから、階段を使えよって話ですよね。ほんと、階段を使えばよかった。エレベーターには、私たち2人と、あとは男性が1人、同時に乗りました。すると、おかしなことが起きます。 私と M の間にその男性が無理やり割り込んできて、私をエレベーターの端へと押してくるのです。えって思ってると、その男は M へ話しかけました。久しぶりだね、M。僕のこと覚えてる突然のことで戸惑いましたが、M は私よりも困惑しているようでした。こんな状況では、 無理もありませんよね。普通じゃない。男は勝手に話を続けます。ああ、いいんだ。別に覚えていなくても。うん。僕だけが覚えてるってことは、それだけ好きな気持ちがあるってことだよ。僕は S だよ。保育園から中学校まで一緒だった。S と聞いて間があった後、M は思い出したようですが、それでも、 この状況の説明にはなりません。M は、S 君、覚えてるけど、何と答えると、S という男は、とんでもないことを言うのです。M、君を迎えに来たよ。結婚しよう。もう私はぶち切れましたよ。お前、一体何なんだ 胸ぐらをつかみ、私は S を問い詰めます。すると S は、お前こそ誰なんだよ。M のことを好きだったのは俺が先なんだ。お前は後。だから、俺の勝ち。全く意味がわかりませんよね。もう相手にするだけ無駄だと思いました。私は M を抱き寄せ、エレベーターを出て立ち去ります。 S, S という男は、私たちが去る際、きっと迎えに行くから、などとほざいていました。映画どころではなくなった私たちは、車で帰りながら話し合いをしました。あの男、一体何なんだ <S, ?S 君。確かに、ずっと一緒だった人。でも、偶然一緒だっただけで。 おとなしくて影が薄くて、全然私と関わりない。M は震えているのがわかりました。無理もありませんよね。とりあえず S という男は要注意だな、と私も警戒しようと思いました。次の日、いつものように M とお互いを励まし合いながら体を起こし、仕事へ出かけます。 もう会社へ着こうというとき、M から着信がありました。K、助けて、S が私の会社にいる。とにかく嫌な予感はしていました。でも、こんなに急変していくとは思いませんでした。昨日、あんなことがあったその翌日ですよ。会社の目前で、M のところへ私は向かいました。 M とはコンビニで待ち合わせをしました。M はすっかり青ざめた顔をしていて、とてもかわいそうです。S, S はどこにいる私が尋ねると、S は M の会社前で待ち伏せをしているらしいのです。早速向かうと、確かにいました。S を見た瞬間、 怒りが抑えきれなくなった私は、詰め寄りました。おい、てめえ。一体何なんだいい加減にしろよ。通勤時間に土星を上げる私に、通行人が注目しました。でも、私はそれどころじゃありません。S は言います。だから M を迎えに来たって言ってるじゃないか。俺は M が好きなんだ。 君なんかよりもずっと前からね、ずっと見てきたんだ。M は俺のものだよ。次の瞬間、S は地面に吹っ飛んでいました。自分が殴り飛ばしていたんです。自分で自分のやったことがわからないくらい、私は激行していました。私は周りの人たちに抑えられ、警察が呼ばれました。 その場は厳重注意で何とか収まりましたが、私と M はそのまま会社を休みました。S は去りはまた、迎えに行くから、と言っていました。こいつは普通じゃない、とんでもない奴に絡まれてしまった、と私たちは震えましたよ。それから S は M の周りに、 つきまといだしました。平穏なんて一瞬で終わるものですよ。S のやつは姿を M に見せるものの声をかけるとかは一切ないんです。ただ姿を見せるだけ。そこがいやらしい。実際に障害とかが起きれば、まあ実際に起きたら大変なことなんですけど、そうすれば警察が動いてくれる。 でも、今の状況では、たまたまそこへいただけという言い訳ができて、罪には問われない。でも、確実に、M へ自分の認知ができるってわけです。どこへ行くにも S が姿を表すものですから、M は引きこもって、ノイローゼ気味になってしまい、すっかり笑顔が消えました。引きこもっても、 S, S の攻撃はやみませんでした。M の電話番号をどこで知ったのか、暇さえあればかかってきます。当然、着信拒否など対策をするのですが、S のやつ、とんでもない数の電話番号を持っているんですよね。こっちを拒否しても、また新しい電話番号で電話をしてくる。キリがありません。 結局、M の携帯は解約することとなりました。これで収まるかと思いきや、今度は M の部屋へ郵便物が届くようになりました。S の熱烈なラブレターと共に、子供時代からの M の写真が11枚、毎日届きます。中には家族でしか所有していないような、 幼少期の写真や、時期はバラバラですが、盗撮したようなものまでありました。しかも11枚。これって、M の誕生日の月なんですよ。M は目に見えて荒れていました。家から出られないので、会社も辞めましたし、すがりつく人も、当たり散らす人も、私だけなわけですから。 好きな人とはいえ、とても辛い関係になりました。余談ですが、M は身内に不幸があって、天外孤独の身です。私の方はと言いますと、あまりの S の必要ぶりに、もはや関心すら抱いていました。あの写真も、本当に M のことが昔からずっと好きではないと思ってはいないものでしょう。 私の M が好きな気持ちは、ひょっとしたら大したことがないのでは、なんて思ったりもしました。そして心の中では、M がモテるのが悪いのではないか、なんてことも思ったり、最低な奴ですよね。追い込まれた私たちは、思い切って S のことを探ってみよう、という決断をしました。 しかし、S は、調べれば調べるほど、掴みどころのない人物なのです。友人と呼べる人は、一人もいない。会社に勤めていた形跡もない。運動も勉強も特に目立たず、M の同級生に聞いても、影が薄く、記憶にすら残っていないし、知らない。といった状況。 S, S の両親は資産家で大きな家に住んでいました。三人兄弟の真ん中だったそうですが、実家を訪ねても、そんな子は知りません。の一点張りで、相手にもしてもらえないのです。M と違って家族もいるのに、ここまで孤独な奴は見たことがなく、私は少し登場してしまったんですね。そしてあの夜、 気晴らしに、私は M を連れて、夜道を散歩していました。すると、目の前に、S が現れたんです。キゃッ !M は悲鳴をあげました。私は S に話し合いを持ちかけました。もう終わりにしないか、と、終わりって、俺はもう、身を引くよ。 もうそれしかない。私の唯一の決断でした。嘘。嘘でしょ私を見捨てるのねえ。M は私に向かって暴れます。ですが、どうすればいいのか、私には判断ができません。すると、S が言いました。これを使えばいいじゃん。 S, S を見ると、手には包丁がありました。これで僕を殺せばいいんだよ。ほら。そう言って、S は私に包丁を手渡しました。きっと私自身も、追い込まれていたのでしょう。ああ、なんだ、そんなことでいいんだ。そう思った私は、S に向かって突進しました。 手が温かい。そう感じた瞬間、S はその場に崩れ落ちました。救急車で S は運ばれましたが、そのまま亡くなりました。私は殺人の現行犯として逮捕。しばらく刑務所へ服役となったんです。刑務所の面会には心配してくれたみんなが、 会いに来てくれました。もちろん、M も。M は面会の時、ぽつりと言っていました。S 君が、まだ私に会いに来るの。S はもう、この世にいないはず。その時、私には、M の言った意味が、全くわかりませんでした。ケーキを終え、 やっと解放された私は、まず、M の家へと向かいました。K の好きな豚の生姜焼き、作って待ってるね。数日前に、M が言っていた言葉を胸に、せかす気持ちを抑えながら、行きました。そしてドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは、M が首をつった姿でした。テーブルには、 冷たくなった生姜焼きと M からの手紙が置いてありました。手紙には私への感謝の気持ちや好きという言葉。そして S が幽霊となって頻繁に現れてまだ終わっていなかったと綴ってあったんです。絶望した私は建物の屋上から闘神自殺をして 死にました。スーツを着ているのは、いつか、M と再び会えたとき、すぐにプロポーズできるようにと、準備しているんですよ。随分と長いこと、スーツの男性の話を聞いていたのですが、不思議と、一瞬だったような気もしました。放心状態になってしまった、私を横目に、 スーツの男性は、じゃ、私はこれで、と、言い残して、店を出て行きました。なんだか、頭がぼーっとしてしまった私は、会が終わって自宅に着くまで、なんだか、ふわふわとした感覚に包まれていました。後日、スーツ姿の男性の話を共有しようと、 グループのコメントをしていた私は、異変に気づきました。スーツ姿の男性そんな人、いましたっけ〇〇さん、ずっと上の空で、話しかけでも返答なかったから、怖かったよ。なんか機嫌悪くしたのかと思って、みんな気を使ってましたよ。なんと、誰もこの話を聞いていないばかりか。 スーツ姿の男性すら見ていないというのです。よく怖い話をしていると霊が集まると言いますが、この時もスーツ姿の男性が私たちに引き寄せられたとでも言うのでしょうか。そして幽霊になったら M さんに会えると思って探し回る K さんですが、 会えないままでいるということは、M さんは、もう、成仏してしまったのか、それとも。この話の内容はもちろん、自分がまさか、怖い話の当事者になると思っていなかった私は、ショックを受けて、そういった集まりに参加することは、やめました。皆様も、怖い話が集まるところには、くれぐれも、 ご注意を私が中学生の時なじみの友人二人と家に集まってオールの勢いでたわいもない会話をしていましたその際に誰からともなく地元で話題の「出る」という公衆電話の話になったのです 友人宅から歩いて30分かかるかどうかの距離で、住宅街から少し外れた場所にポツンとあり、遠目から見ると何の変哲もない公衆電話。これになぜか突然出るという噂だけが広まっていました。本当に出るのか見に行こうぜ。話題に飢えていた私たちでしたから勢いで突撃してみることにしたのです。 時刻は深夜2時くらいだったでしょうか。こんな時間ですから、公衆電話までの道のりは、誰にも会うことなく到着しました。暗闇に浮かび上がる公衆電話は、それだけでも不気味で、本当に何かが出てきそうな雰囲気はありましたが、特に異変はありません。そこで、中も調べてみようと近づいた、その時でした。おお出て,て友人の一人が、 大きな声を上げて、私たちの腕を引っ張り、来た道を猛ダッシュで戻ろうとしたのです。何が起きたのかわからないまま、私たちは駆け出して、最寄りのコンビニへなだれ込みます。一体何があったのか、急に大声を上げた友人に話を聞きました。お前たち見えてなかったのかよ。公衆電話の受話器に手だけがくっついてたんだよ。 そう言われても、見えたのはその友人だけ。本当に見たと触れ上がる友人を横目に、私ともう一人は、すっかり興ざめです。そんな演出とかいらないって。いや、手だけあったんだって、マジで。そんな押し問答をしていると、手を見た、という友人の電話が一瞬なりました。取り出して画面を見たその友人は、青い顔をして、 画面を私たちの方へ向けてきます。えと思ってみると、そこには、不在着信、公衆電話、と表示されていました。さらに信じられないことに、私たちの携帯にも、公衆電話からの着信が来ていたのです。いわゆる、ワンギリというもので、すぐ切れるので通話はできません。 それが数分くらいのタイミングで何度も私たちの携帯へかかってきます。これはまずいと感じた私たち3人は携帯電話の電源を落とし友人の家や戻ってゲームやバカな話で場をつなぎそのまま朝を迎えました。日が昇って恐る恐る携帯電話の電源を立ち上げましたがその後は一度も公衆電話からの着信はありませんでした。 この話をしても誰も信じてくれず、公衆電話の出るという噂もしばらくして聞かなくなりました。手を見たという友人の話は本当なのかどうかはわかりませんが、公衆電話からのワンギリがかかってきた恐怖は今でも忘れられません。そもそも何の前触れもなく、なぜ突然その公衆電話に出るという噂が流れたのでしょうか 今となっては、何もわかりません。